配信続きやっていくぜー。はい、え、ここか、あ、ここか。前回助けて、アズニャのこと助けて3階行こうって話になっとったんじゃなかったっけ、だったかなと思うんで、アズニャの、あ、待てよ。でもさ、視聴者さんに、パーティータイム、イエーイ、こっちか。パーティータイム、黒です。皆さん、ツイッターでさ、このアズニャンの見た目からパンツ何色ですか、何色だと思いますかみたいなツイートしたんですけどね、一人黒だって当てた人がおったな。よくよく考えてみたらさ、大人っぽいキャラやけんさ、黒が合うんかって思いながらやって思ったんですけど、3階やな。これで3階行けるようになったんじゃないかなと思うんで、行ってくれアズニャン。こっちだったっけ、確かこっちだったと思うけど、あ、違う、出ないか、あれ。メニューが、てかさ、あれやな、マップがあるやけん、マップ見ればやんって話やもん。さ、あ、全く逆方向だった。あ、今気づいたやけど、ここにも書かれるんか、いざって時には。あ、でもそういう、その時はさ、パンティータイムがないしなーって。残念だと思うしなー。まあ、ここに隠れるっていう情報だけ知った。てか、敵の目の前で隠れてさ、見つからんもんなんかなって思うんだけどさ、でもさ、あれやなー。これもやったらそうだったしなーって考えれば、まあいけるんだろうなーって。このポールの裏でもいけるんやな。そして3階いける、いける。このタイミング目が合った！で、二人並んだ状態。よっしゃ、じゃあこの流れで3階やな。来るぞ。じゃあ早速ここに、あ、隠れ、え、止まれ、走れ、さっきまで隠れろよったやん、隠れろや、今回も。はい、パンティ、あ、もう見つかった、あかん、ここでパンティタイマー無理やな、さすがに。こんな都合いいことはないよな。一旦戻ろう。てか走れ、隠れろよったやん、さっきまで、さっきまで柱隠れるよったやん。なんでこの柱は隠れられんの、おかしいやん。おい、隠れた。おかしいだろって思うやけどな。オッケー。あ、ドアに入った。そういう入るっていう演出が入った。オッケー。なんでだよ。上の柱じゃなんか隠れれんかったんやけど、何が悪かったん今。ここ隠れれんの、まだ来た！どっちから来るん？はい、ここ。じゃあ、今度こそここ入ろう。パンティータイム！よっしゃー。2連続できたな。1つ目のがイベントで、今回は完全なランダムエンカウントだったんかな。まあいいでしょう。ここ。お？なんかイベント入る？2回きり連続できたけどな、偶然にも。逃げた先にはハンターみたいな、逃走中みたいな感じだったな、なんか。あ、そうか、アズニャは初めて見たんよな。あ、直接は。こう見えて意外とさ、ミオちゃんの方が気丈な感じだったもんな。そうやな、ミオちゃん割とさ、気丈なんよな、冷静なんよな。嘘つけ。さあ、そうだろうな。空手、そういう時こそカジマのバカ力を見せてほしい。
これ、俺もここの場におって3人だったらさ、お、二人を僕が守る、って言って突っ込んでいってさ、ナタで一瞬でやられて結局無駄死にだったりするんかな。よっしゃ。じゃあ、とりあえずこの部屋探索ですね。なんか、ハテナ反応したな。この辺で。ハテナ反応は、もうちょっと先のアイテムに反応したんか。ここじゃ。なんだこれ。あ、手紙じゃないな。手が、え、そっちに手紙あったん？そんなとこ手紙あったんじゃ。おい、机の上になんかあるかなと思ったけんさ、そっちかと思っとったけど、そんなとこ手紙あったん？枕元。本日、ご訪問くださったお客様から子供の姿を見かけるというクレームがありました。本日で10件目でしょうか。記念すべき のんきか。オーナー、お子さん連れてきてないですよね。宿泊の方からでしたし、そんな深夜に子供がいるはずないのですが、子供？なんかまだあるんか。あ、でもあれかー。ホテルのオーナーと子供がさ、一緒に自決したけんさ、その時の子供かって考えれば、納得はいってしまう。待てよ、自決する前か。あれ、でもあれか。あれ？オーナーへの手紙だったらさ、自決する前やけん子供死んでないよな。え、じゃあ何の子供の例なん？スクラップブックが来た事故。建設予定地で事故が続きょんじゃ。ずさんな管理体制に問題が。遊園地建設中、またも建設事故。ファンタジーランド開業を1年延期に。万全の対策を。ほう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 。なんか、建設費用途中からもなんか怪しい感じ。なんだなんだ？ちょっと電気がもうたんようになってきたんじゃ。とりあえずセーブですね。留守番電話サービスに接続します。ここにしようか。メッセージをお預かりしました。はい。前回のセーブから、10日ぐらいやってないことがバレましたね、今ので。ここ。今回は何かあるか？何がある？ここ。何もない。下は？お、なんだこれ？え、なにこれ？弾薬？クレヨンか。 弾薬とかびっくりした。エイペックスレジェンドじゃないんやけどさ。こんなところに 弾薬とかあるわけないよ。クレヨンか。 クレヨン。なんか書くんか。テレビもう一回確認しとくよ。まあ使わないよな。いつも通り、それは。はい、使わない。で、こんなもんか。クレヨンが手に入った。何に使うんかちょっと全然見当がつかんけどさ。クレヨン。てってれてっ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 て。なんだな、ナノ音。いや、何の音だって話。うわ、崩れてるー。 もう下の階に行けんのじゃ。もうここだけ探索しちゃあかんのじゃ。逃げ場なくなったぞ。非常階段ってこの建物あるんかな？巻き込まれてしまうとけんな。ただ巻き込まれただけやけんな。バカジンガー、探してから言え、そのセリフは。そうやな、普通やったら非常階段とかちゃんと用意されてるもんよな、安全確保のために。よかったよかった。気をしっかり持て、アズニャン。俺が一緒じゃ。あれ？でもこっち、あ、は、え？入れんのか、ここ。鍵はあるんか？鍵かかっとんか？いつ出てくるかな？なんか、ハテナが。
で、取ったんは扉に対してか、あ、扉に対してだった。天王星のレリーフ。ん？あ、これ天王星のレリーフ、レリーフってなんか知らんけど、もう、なんかマークがあるんじゃ。その星に。なんか謎解き要素やな。これは何なん？じゃあ。これは何星？土星。あ、なんか3階はこんなんがついとんじゃ。なぜか木星。なんか謎解きであるんじゃ。なんか、そういう星々の、なんかさ、星々の知識が問われるけん、来た。入れるんこれ。入れなーい。入れー。パンティータイムはどこだったっけ？パンティータイム？ここか？あ、違う。パンティータイムができ、なんかおるわ。なんかすごい気になるもんがあるけど。とりあえず、かわして、うん。なんかすごい気になるもん見つけてしもうた。でも、調べる余裕はないからな。パンティータイムどっかで決めなあかんわ。え、あ、ここダメだったな。こっちか。よし、パンティータイム。オッケー。いいでしょう。やばいな。こんだけパンティー見せつけられたらさ、もうそろそろパンティー見ても興奮せんようになってしまう。あるよな。エッチな画像ってさ、見すぎよったらエッチに感じんようになってしまうところあるよね。なんだそれって思うけど、思いません皆さん。思わんかなみんな。エロ画像、同じエロ画像、さっき見たけどね、これ。さっきも見た！あ、逃げようたけん、必死やったけん、気づかんかっただけかな。いや、俺は調べたいね。気になるね。これがさ、開いたら大体人体模型とかだってするんよ。けどなんか揺れよな、ちょっと。ゆらゆらと。ゆらゆら揺れてる。あ、なにこれ。え、どういうこと？どういう状況？あ、まさかあのバカが、なんか、作ったんじゃねえの？あのバカが、あのバカが。なんか雰囲気出すためになんかそういう動画撮ろうとしてたのか、あいつ。高速群まであって。なんかエッチなもん撮ろうとしてるな、あいつ。俺も見てみたい。この二人のどちらか、多分アルジェンの方だと思うけど、拘束してさ、ちょっと、なんかちょっとエッチーな感じの動画を撮ろうとしてるな。やめとけ。 YouTube 最近そういうセンシブルにちょっと厳しいなったんぞ、規約的に。わからないけど、数十分前から録画が回ってる。なんかすごい悪趣味なことやってるな、あいつ。ああいう感じでちょっと自分で作ったんか。なんか怖いもんを自分で作ったっけ、怖いもん出てこんなと思ったっけ、自分で作ったパターンか、お前。そういう演出させよんか、あいつ。いつも撮影で使ってるやつだ。だったわな、やっぱ、あのアホ。録画って、もしかしてこれ、全部ナナの仕業？アホなんじゃ。なるほど。やるね、あの人。しかし、おらんのじゃ、本人は。いるんでしょ？この部屋にはいないのかな？他の部屋を探そう。本当に、全部ナナの仕業ならいいんだけど。うわ、なんか含みのある感じ。あと、どうでもいいけど、アルズシャツね、ちょっとボディラインいいですね。ちょっとお尻の方が出っ張っとるあたりさ。テレビ。あ、ここ開ける、あ、カメラ持っていくんじゃん。カメラ持っていけるんじゃな。
テレビもう一回確認しまーす。まあ、つきませんわね。ここにもなんもな。はい、クズ。はい、クズ。ここ、これ自体別に調べてもなんもない。で、ここで、こう、開いたり、できるやな。開いたり、閉じたりができると。ここ。中あるだろ。クレヨンだけじゃ、なんか物足らんのじゃ。クレヨンだけじゃな。なんか、なんこれ？なにこれ？なんすかこれ？ろうそくか？ああ、ちょっと！ SM プレイでもしようともしとったんか？あいつ。おいおいおい。拘束具があったもんな、さっきのやつ。さっきの演出のやつが、俺、拘束具があるもんな、これ、おい。ここに、二人のどちらか、多分、アズニャンのことをさ、これで拘束して、ろうそくプレイ、SM プレイしようとしてたんじゃ。そういう路線で行くんじゃ。あいつ、そういう路線で行こうと思っとったんじゃ。見てみたい。お？こっちにも拘束がある。そういうコンセプトの部屋だったのか。本格的な台が残されている。あ、ホテル的なやつなんじゃ。そういうエッチな部屋あるの？ そういう系のラブホなん、ここ。ああ、ちょっと待って！ここで出てくるとは思わんかった。まあ、買わせるんですけどねー。残念でした。買わせるんですけどねー。ここから出て行って。だったらば、こっちか？あ、まだ行ったことないところ来ちゃったな。まあいいでしょう。行ったことなかったっけ？ないよな、確か。あ、なかったっけ？あれ すごい俺、記憶が曖昧なんです。あ、なかったね。パーティータイム。オッケー。さりげなく初めてのとこ来ちゃったし、いつの日かみおちゃんにキャラクター切り替わってるので、ピンクのパンツもお披露目でーす。この動画から見てくださった人にとっては、ピンクのパンツ初めてですよね。いや、本心を言えばさ、これパート3なんやけどさ、さっきパート1見てほしかったっていう思いはある。ここまで見るんだったらさっきパート1見てくれって。なんかすごいカビが散らばってるな。業務日誌か。理念室の鍵。最近、常連さんの中で、鍵の番号を覚えてしまった方がいらっしゃるようなので、鍵番号を変更いたしました。新しい理念室の鍵は、金星、火星、海王星、水星です。しかし、理念室に入って何をしているんでしょうか？あ、理念室に勝手に入るやつがおるんじゃ。出てきたな、とうとう星の名前。金星、火星、海王星、水星か。金、火、海王星、水星、覚えれるかな？スクショ取っとけばよかったかな？おう！あらまー、あらまままま、あらまー、子供来た！とうとう言った子供来た。あ、でもにゃん、どう思う？今。あ、これ切り替えるためにちょっと覚えつけるんやな。よし！ほーん。まあいいや。見えちゃいけんものが見えてしまったからな。無数の手形。誰がこんないたずらをしたのだろう。ほんまにいたずらなのかな。ほんまにいたずらなんかな。よっしゃ、ここなんかあるかな。クレヨンとろうそく。この二つでさ、何をすればいいかがまだ分かってないからな。テレビも確認。はい、つかない。このテレビってつくことあるんかな？なんかすごい気になるな、このテレビ。留守番電話サービスに接続します。メッセージをお預かりしました。まさかとは思うけどさ、テレビ何回も押しまくるよったらつくときあるんかな。つかんな。つかんのか。最終局面でなんかついてなんかやるようなイベントあるんかな。
わあ、ちょっと待って、もうここで来るのね。まあ、問題ないんですけどね。冷静やな。わりかし冷静におれるな、もう。こっちの隣の部屋では、あら、行き止まりっすね。オッケー。じゃあ、ここでかわして、グッバイ！そんなすごい怯えたような顔しているけど、割と冷静にことを対応してますからね。じゃあ、ここでパンティータイム、ここじゃないな。あ、ここでもない。入れんのか、この二つ。じゃあ、ここ。パンティータイムじゃなくて残念でした。これさ、ライトつけっぱなしでもいいもんなんやなって、今頃気づいたけどさ。だったらなんで俺、このゲームさ、ライト消したりつけたりできるんかなって。ちょっと謎なんよな。このライトつけたり消したりの機能謎なんよなって。ちなみにこれって何の星座？水星、あ、水星か。星座とかじゃないわ、よく考えたら。金星、え？これ水星でこれ金星なん？これメスみたいなマーク。何の違いがあるんかわからんけど。どうしたん？あ！あのバカ！ようやく見つけたか。どこおる？この中、理念室？わ、さっき言いよったな、理念室が開くのは何だって見えねえな。金星、火星、冥王星の、冥王星だったっけ？水星やな。あ！その鍵のボタンが、あの、なんかマークなんか。え、番号なの？あー、でも30何の何の部分的や。そんな感じか。その部分がこのパスワードの数字なんか。向こうへ何が、どんなエッチな目に遭ってきてるんだい？向こう側へどんなエッチな目に遭ってるんだい？配信って言ってる？こんな状況でも配信のこと気にしてるな、お前。なんでだろうな。あ、繋がってんの？ビデオか、ビデオ通話は。え？なんで俺？そうよな。やいよったんじゃ、あいつ。生放送やいよったんじゃ。え？あははさりげなくパンツ見せてきやがるな。水色のパンツだった。それよりも水色のパンツの方が気になるけどな、俺。とりあえず、見えてるよ。部屋に鍵がかかって開かないの。本名やねや。バリバリ本名でコメントの名前本名やったぞ、お前。なんかあるだろうよ、その YouTube のさ。あるだろう。配信で使うような名前であるだろうね。バリバリ本名出てきたぞ。鍵あるよな。どうした？この顔。何？あれ？おーろろ！もうそろそろ見慣れてほしいな。こんだけ追い回されてんやけど、そろそろ見慣れてほしいんやけどさ。まあ今更やけどな、来てるの部分は。
大丈夫大丈夫、鍵かかってる。あれ動き止まった。リネスに何か言おうか、お前。やばい、鍵開いた。あ、ここか、ドアの音は。え、ロックがかかっ、なんだ？どういう状況これって話だけど。パンティ、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 パンティ。調べる。なんか、バールがある。この棒は一体何なんだろう？棒って言わないで。このなんか女の子が横になってパンツが見えてる状態で棒とか言わないで。これ掃除機。いや、使えんだろ。何で使うんや。何で使うん？掃除機って。これだけ見たらアホみたいなコメントやな。掃除機って。何使うねんって話だけど。なるほど。あー、そうか。距離が届かんけん、頭のところの棒で、みたいな感じか。あーあーあー。なるほど、なるほど。そのためのこれか。頭、ツーンって。頭ツンツン、頭ツンツン。これもちょっと調べてみよう。ウィンチっていうん。うん。まあこれなんよな。バールを手に持てない？よっしゃ。で、これ。これ頼むわ。どうよ。よし。いけたか？いけたことだね。ひとまずコメントで。ありがとう、二人とも。おかげさまで、なんとか生きてるみたいだわ。膝はくさくだけど。おお、こんなことに懲りたら、こんなところに二人をついてくるんじゃないぞ、お前。交流しましょう。よかった、よかった。それは見当がついとうけん、どうにかなるんやけどな。中から開けられるんじゃないかな。そうか、それもそうだね。ひとまず行ってみよう。そんな都合いいことはないわ、このゲーム。そんな都合のいいことはないわ。一応確認してあげるけどさ、断言しまーす。そんな都合のいいことはありません。それともかけるか。もし内側から開かなかったら、お前ら裸になれって、お前らゼロになれって。おっと、その前に逃げる時間が始まりました。多分こいつも全裸が見たい、お前らの全裸が見たいということで、俺の予想は当たってほしいですね。こいつのためにも俺の予想は当たってほしいですね。とりあえず逃げる場所、おっし、ここにしよう。パーティータイム。気になったときは、これ何なんだろう。見えてない？ここにはアイテム。なんかそれっぽい紙のアイテムが、ああ、来てきた。手紙だ！業務日誌。非常階段の外鍵。非常階段！うわ、逃げるためのやつやん。お疲れ様です。非常階段2階の鍵はいつもの色の違う室外機の下に置いてあります。室外機。あ、場所を教えてくれた。
色の違うしつやつ。わあ、また来た。おい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 、リネーシスいけねえじゃねえか。こんな2回もパンティータイム続けて見られたでさ、そろそろこの黒いパンティーを見分けてきたんじゃん、視聴者は。俺はもうこの黒いパンティーで興奮しなくなったぞ。どうしてくれるんだ。このゲームの計らいでさ、2周目やった時はパンティーの色変わってますみたいな、違う色のパンティーでまた興奮できるようになってますみたいなシステムにならんかな。来た。まあ外側は開かない、内側？ナナちゃん、聞こえる？うん、なんとか。よかった。このドア、鍵がかかってて外からじゃ開けられないんだ。内側から開けられそうにない？私もさっきから鍵を探してみてるんだけど、この部屋、内鍵が動かないのよ。はい、お前ら全裸になってね。はい、俺のかけは俺の勝ちやけん、俺全裸になれ。え、となるとやっぱり暗証番号を見つけ出すしか。ナナちゃん、もう少しだけ待ってて。わかった、もう少し私も中から開けられる方法がないか探してみる。はい、それは無理です。それじゃあ何か手がかりを探しに行こう。よっしゃ。じゃあですね。じゃあパスワード。そもそもさ、あれじゃ。おー、出てきましたね。なんかもうどっから出てくるかわからんような状態になってきてます。よくよく考えてみたらさ、この回の見取り図って入れてなかったなって思うんで。じゃあこれ巻いたらその見取り図を取りましょう。それ見たらもうさ、その30何の何の部分が分かると思うんで、多分それがパスワードじゃないかなって俺は睨んどる。こうやって入れれるんかな。 OK で持って確認しよう。308が海王星、海王星だったっけ。メモちょっと持っとったな。どれやったっけ。あ、これこれ海王星ね。金か海洋の水か。じゃあここ3桁目でやけん、8、海洋星8。天王星は関係ない。右から2桁目が8ってことになるわけで。そんでもって、土星関係ない。木星、あれ？待てよ、マップに書いてないかな、なんていうか。これがなんかみたいな書いてるわけないか。ここは海王星みたいな書いてないよ。そんな都合よくはいかん。木星関係ない。こっち部屋はなかったな。じゃあマップ手に入れる必要なかったかな。あんま意味なかったな。とりあえず右から2桁目が8で、あとは上の部屋か。ああ、このタイミング。お、ここかくれればいいんや。タイミング良かったな。めっちゃタイミングいいところで出てきてくれたな。ここは何やったっけ。水星。水星が確か一番右の桁。181やな。これが金星が関係ない。関係なかったっけ。やば、忘れてきた。あー、関係あるで。金星関係あるわ。2か。2781。2781。あと火星がいるんよな。2781。これは？地球もあるんやな。2781。2481。よっしゃ。わかった。わかったでー。2481やー。わかったでー。このタイミング一番出てこられたらあかん、このタイミング。いいタイミング出てきやがるな、お前。はい、バックタイム。オッケー。よっしゃ、2481。
いいねえ。2481、もう分かってしもた。はい。これでいいだろ。オッケー。このゲーム、謎解きが適度に簡単やけんさ。いいよね。わかりやすくて。よっしゃ、3人合流できたわ。あ、パソコンがあったん。あ、持ってきたんじゃ。これで配信しよったんじゃ。ネットどっから繋ぎよったんだろう。ギクって感じになってますけど。おい、なんだお前。おい、なんだお前。お前、測ったな、シャアやけどな。お前、測ったな、シャアやな、お前。ガルマザビで来るぞ、お前。もう仕組んどったな。お前、さては仕組んどったな。お前、仕掛け人がまだおったんか、他に。しばくぞ、やばいやつできとからな。じゃあ、あの豚も、友達が中に入ってますとか言うんじゃないやろうな、お前。何回も殺されたぞ、お前。何がだよ。弁明を聞こうじゃないか。ん？それは知らんわ。それは知らんわ。仕方なく先に待ち合わせ場所にしてた理念室に来たら、友達はいないし、スマホは圏外で繋がらないし、挙句の果てに理念室に閉じ込められちゃって、必死に開けようといろいろしているうちに、今度は棚が倒れてきて身動きが取れなくなって、それでスカートがめくれてパンツが丸めになっていたと。ああ、この子はまだあの着ぐるみが動くことを見てないやな。どうしたのじゃないわよ。私とミオはその着ぐるみに殺されそうになってたのよ。殺されそうって、え、何、全然話が読めないんだけど。さっきからずっと血のついたナタを持ったその着ぐるみに追いかけ回されてるの。着ぐるみがナタって、何それ、そんなの私聞いてない。そんなの私聞いてない。略して SAK。 もう何度も追われてるから見間違うはずないわ。そのお友達さんにドッキリで襲わせてたんじゃないの。どんな危ないやつと手組んだの。どんな危ないやつ。ここおもろい、ここおもろいワードでいいぞ。どんな危ないやつと。やりそう。そのお父さんが勝手に私たちのことを襲ってるってこと。待ってよ、あずさ。私が信頼している友達よ。やっちゃいけないことくらいはわきまえてるわ。その信頼している友達ってどんな感じの子なん。結構おっぱい大きい。パンツ何色。それにその連れてきて。確かに私よりは背も大きいけど、あずさどころかミオよりも小柄な子だよ。さりげなく自分めっちゃ小柄アピールしてるね。もともと私たちの予定では308号室で驚かしたらすぐにネタバラシする計画だったし、着ぐるみなんて、そんな、それじゃあいつはなんで動いてるのよ。やばい建物なんだよな。わからないわよ。私まだ動いてるところ見てないし。うん。
おるかね、一人だけとんずらしてるんじゃないかね、友達。どんな子なんだろう。やばい、死体で出てくるかもしれん。死体が出てくるかもしれん。こわ、出てくるかもしれんな。その4人目のキャラクターの死体が出てくるかもしれんな。あと、理念室なんもない？なんもないんかな。お、なんか反応しとる。どう？下の方か。これじゃ。棚が倒れとるだけか。ああ、そう。オッケー、じゃあ、出ていきましょう。まだクレヨンとさ、ろうそくの使い道がわからんのよな。一人だけ逃げた？でも大丈夫。非常階段があることは分かった。しかも鍵の場所もね。のんきだろ。あれ待てよ。でもさ、非常階段の鍵2回って言わなかったっけ？あれあれ？それの鍵が、の場所を教えてくれとったんか。まあ鍵がかかってるんですけどねってなるね。あ、見つけた。はい、目と目が合うってね。理事儀に回ってくれよ、けんな、これ、3人が、この目線合わせるまで。あれ、ここ、入ってパンティータイムのできるところある？ないな。あらあら。まあ、かわせばいいんですけどね。あれ、ちょっと待って、あれおい、振り下げたからだろ。ああ、例えば、すれ違うタイミング早すぎたんかな。おい、でも、すれ、でも、振り下げてから通ったやん。